Podcast。読書の魔法、毎週一冊おすすめの本をご紹介する選書コーナーです。選書は函館行動丸井舞店さんにお願いしています。今日は函館行動丸井舞店石井店長おすすめの本です。原田ひか、母親からの小包はなぜこんなにダサいのか、っていうねタイトルですよね。実家から届く荷物、ご経験のある方、どんなものが入ってましたか？こういうもの、ああいうものって思い浮かぶもの、様々あると思うんですが、みんな結構実は似たようなものなのかもしれません。こっちでも買えるのにわざわざ送らなくてもって思うもの入ってたりとか、ね、そういったね実家からの荷物の思い出ってありませんか？で、今日は中央公論新社から出ています原田ひか、母親からの小包はなぜこんなにダサいのか。実家から送られてくる小包は、昭和から令和に時代は変わっても内容が大きく変わることもなく、野菜、お米、ご当地のお菓子、そして緩衝材の代わりとして肌着や靴下、時には手料理などぎゅうぎゅうに詰め込まれていて、開けた途端に家族の愛情がいっぱいいっぱいに溢れ出て、感じ方もそれぞれで、こんなにたくさん、こっちでも買えるって言ってるのにと、実家から送られてくる小包に向かって一人叫んでいる方もいらっしゃるかもしれません。小包を送るそれぞれの家族にはいろいろな形があって、抱える問題もそれぞれ違う。小包からわかる家族の形、業者から買った野菜を実家からと偽る女性、父が毎年受け取っていた小包の謎、そして母から届いた最後の荷物。家族をテーマにした6話の短編小説です。いろいろな視点から家族というものを考えさせてくれる、実家から届く小包を一緒に開封する気持ちで読んでみてはいかがでしょうか。一人暮らしの経験というのはありますか？最初はね、大勢いた家族、まあ大勢じゃなくてもこう家族に囲まれていて、はあ、本当に一人になりたい、一人の時間が欲しい、自分に干渉しないで欲しい、いざ一人になって、はあ、せいせいしたというのもつかの間、家に帰ると寒い、暗い、一人、自分の食べるものは自分で作らなくてはいけない、面白い話題があっても、面白いテレビを見ても一緒に笑う家族、今ここにはいない、あれ寂しいなって一人ポツンと感じることもあるのかもしれません。そこに届いた実家からの荷物、何が入ってるでしょう。いろんな思いがありますよね。こんなに野菜ばっかりというか野菜ジュースばっかり詰まってる、私野菜食べてないと思われてるのかなとか、レトルト食品、インスタント食品がいっぱい入ってる、ズボラな自分をよく知ってるのかなとか、実家にいた頃これよく食べてた懐かしいお菓子入れてくれたんだとか、逆にね、こんな下着肌着どこで売ってるの、これ食べ物の間に詰めたのとかね、いろいろ面白いですよね。実家からの荷物、そこには様々なストーリーがありますし、その荷物が届いた人、届かなかった人、様々なことがあるのでしょう。そういった物語を自分も一緒に感じながら進んでいくというのがこの本にはあるんじゃないでしょうか。第1話、上京物語。第2話、ママはキャリアウーマン。
お母さんの小包をお作りします。北の国から、そして最後の小包と、6話短編小説です。母親からの小包はなぜこんなにダサいのか。タイトルもすごいですけどね。でも家族から届く様々な思い、ぜひ一緒に開封してみましょう。今実家から荷物が届いたという人も、かつて届いたことがあるという人も、そして荷物を詰めてこれから送るという人も、読んでみてください。今日は中央公論新社から出ています、原田ひか、母親からの小包はなぜこんなにダサいのかでした。See you in the next episode.